目線と角度が完璧にキス、サイオンジさん5月9、海の始まりを視聴率で凌駕した、松村北斗沼、破壊力。7月23日、松本若菜40、主演、ストーンズの松村北斗、29、がお相手役の連続ドラマ、サイオンジさんは家事をしない、TBS 系、火曜夜10時から、の第3話が放送された。 同話の終盤の松村の演技に多くの視聴者が沼落ちし、話題沸騰となっている。西園寺さんは、松本演じる家事をしない西園寺一樹と、松村演じるシングルファーザーくすみとお、そして倉田栄馬四演じる娘のルカの3人が義家族として、心を通わせていく姿を描くハートフルなラブコメディー、以下、西園寺さんは家事をしない、第三話までのネタバレを含みます。 第3話は、奥抜き香る53が演じる秦野里美、くすみ、松村の亡き妻の母親と、くすみの関係を修復するため、西恩寺さん、松本が奮闘するという内容だった。お互いの間に深い溝があったために修復は容易ではなかったが、西恩寺さんが半ば強引に里美を宿泊させたり、バーベキューを開催することによって、 確執のあった義母と婿は素直な気持ちを話し合うことができたが、3話の大筋はシリアスな内容でしたが、西園寺さんの頑張る姿で中和されていて重くなりすぎず、明るく円満に終わった感じです。初登場シーンの里見は視聴者から嫌われるような役柄でしたが、途中には来に怖がるなど憎めない描写もあり、 この辺りのバランス感覚の良さがドラマの雰囲気を明るくしていますね。そして何より、第3話で注目を集めたのが、終盤に松本さんと松村さんが演じた晩酌シーンです。テレビ誌編集者、義母の一件を解決して数日後。騒動を経て距離が深まった西園寺さんとくすみは、縁側で一緒にビールを飲んでいた。良い雰囲気で談笑していた二人だったが、 不意にくすみはサイオンジさんを見つめ、まるでキスをするようにサイオンジさんに顔を近づけたのだ。これはサイオンジさんの肩についていたシールを取るのが目的で、くすみに一切の体はなかったのだが、サイオンジさんはくすみを異性として強く意識してしまう。サイオンジさんは動揺しつつも、あ、ああ、シール、シール。やだ、ごめんごめんと謝るが、くすみは、 そこはありがとうじゃないんですかと微笑み、もう一本、ビールを持ってきますね、とその場を去る。そこはありがとうというのは、少し前の場面で、すみません、と謝ってばかりのくすみに西用寺さんが、こういう時は、すみませんじゃなくて、ありがとうにしないと提案した場面から来ているものだ。 男女のドラマの王道で破壊力抜群の顔接近の胸キュンシーンに視聴者は大興奮。最後のワンシーンの衝撃が強すぎて眠れそうにない。あの一つのセリフと仕草で凄まじい破壊力、松村北斗、本当に沼だ。ラスト1分のキュン難。キスシーンかと思わせてそこではなく、そこはありがとうじゃないんですか ってちょっとニヤッとするくすみさんにキュンすぎた助けて。肩のシール取るには目線と角度が完璧にキスだよううう罪深い罪深い海峡並みに罪深い。くすみくんが沼すぎて無事爆発飛んでもない男だ松村北斗。などなど、松村に沼落ちしたという声が多く寄せられて話題沸騰となったのである。制作会社関係者は言う。 松村さんは、西園寺さんのくすみのような、他人に素直に頼れなくて弱さを見せられない役がとてもハマりますよね。最初は一人でどうにかしようとするけどダメで、事情を知ったヒロインや仲間と少しずつ打ち解けて成長していく、その過程をうまく表現できる演技力の高さが評価されています。西園寺さんのくすみも、初登場時は育児で余裕がなくて、 他人との間に壁を作っている感じでした。そんな繊細な男性が気を許した相手に見せる穏やかな表情、距離感の近さを見事に演じてみせた松村さんに、沼地する女性視聴者が続出したのは当然かもしれません。本作は現在放送中の7月ドラマでも、現在テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率が好調で、実は、 前評判が抜群に高かった海の始まり、フジテレビ系、月曜9時からを凌駕しているんです。見やすくて楽しいストーリーに加え、発生した松村北と沼は今後、ますます数字を上げてきそうです。スノーマンの目黒二27が主演するフジテレビの月曜9時、海の始まりは、ある日突然、娘の存在を知り、 シングルファーザーとして生きることになった青年の物語。スタッフにメグロの出世作、サイレント22年10月期の村瀬健プロデューサー、脚本家の産方ミクシ、監督、風間広樹氏らが再結集。さらに、有村霞すみ、31、大竹忍のぶ、66、池松宗介、34、など主演級の一流俳優陣が揃っており、 今回のドラマでは放送前から一際話題を集めていた。しかし、7月3週のコア視聴率では、海の始まりの第3話、15日が2.4%、関東地区、ビデオリサーチ調べだったのに対して、西イ寺さんの第2話は、16日は2.6%と、サイオンさんが上回っているのだ。 海の始まりに対しては思いしんどいという声が多く寄せられており、ライト層の指示を得られていない感じですね。脚本のクオリティも高く、映像も美しい素晴らしいドラマではあるのですが、視聴率は伸び悩んでいて、初回からは加工傾向にあります。一方、サイオンジさんは同じシングルファーザーを題材にした作品ですが、 雰囲気の明るさも影響しているのか数字をキープしていてメインの二人の恋模様や松村さんのキュンキュンくる活躍でさらにファンを増やしていきそうな気配を感じさせます。次週7月30日放送の第4話は西園寺さん松本が芽生えてしまった恋心らしきものを全力で駆逐するというラブコメ感のマシマシな内容ですしそれを受けてくすみ松村 とのやりとりも多いことが予告からも伝わる。見やすくて面白い作品として、さらに指示を集めていきそうです。全道。思わぬダークホースとして注目度急上昇のサイオンジさんは家事をしない。4話以降、松村が作る沼はますます拡大していくのかも。再生時間26秒のところから、話題沸騰となっているキス寸前と思わせて、の場面。 肩のシール取るには目線と角度が完璧にキスだようう罪深い罪深い。海峡並みに罪深い。くすみはなくなった奥さんこと愛してるからキスないないって思いながらも角度がサービビンジャン www といった声が多く寄せられている。